このレッスンでは図形の中にある曲線の使い方を紹介します。パワーポイントに用意されている図形の中に曲線というものがあります。ホームのタブの図形描画で図形を一覧させます。その線の中のこれです。この波打ってるっぽいこのアイコンが曲線になります。これをクリックして選択してスライド上でワンクリックすると 始まりますで。曲線を作りたい場所でまたもう一回クリックします。そうすると自然と丸みを帯びた線が引けていきます。曲げるところでクリック。ワンクリック。えー、線を伸ばしてまた曲げたいところでワンクリック。で、えー、この線を終わらせたいときはダブルクリックをします。マウスを ダブルクリックすると、このように、えー、曲線が作れました。この曲線はですね、えー、この曲線を選択して右クリックをします。頂点の編集で、この点、この頂点をそれぞれ編集することができます。ちょっと終わりが短かったなと思ったら、この頂点、終わりの頂点を選択してぐーっと引っ張ると、このように編集することができます。また各頂点を触って、 で、右クリックで、頂点を中心にスムージングする。これを選択すると、こういう線が出てきます。で、この線で、このように、曲線の丸みをこう編集することができます。このようにですね。ここも、じゃあやってみましょうか。スムージングするで、こういう感じに。この、 丸みを編集することができます。また、この曲線に色をつけることもできます。どういうことかというと、やってみますね。まず、曲線を選択して、図形の塗りつぶし。これでこのように色がつきました。この頂点の最初と最後と、こういった各頂点の内側に色がつきます。面白い形ができました。 よくグラフなどで、えー、0から50とか、その、レンジがあったとして、省略。なんていう意味合いで、白のこう、並々みたいなのを使うときがあります。そういうのも、この曲線で作ることができます。まず、四角を挿入します。で、この、底辺と上辺に合わせて、並々を作っていきます。 曲線の線を選択して、まず、はじめ、出だしでワンクリック。で、曲げたいところでワンクリック。で、また下、底辺でワンクリック。で、曲げたいところですね。この上の、えー、上辺、上辺でワンクリック。このように、四角を使うと同じ高さの波が作れるので、 結構簡単にですね、な々が作れますで。枠線を白にして少し太さを太くすると、このようにあの省略を意味する、こう、な々ですね、が作れました。これすごい高さとかも狭めることができますので、そのグラフとかのサイズに合った 大きさにすることもできます。またですね、データがないグラフを、えー、と作りたいとき、グラフを作りたいんですけど、データがないときには、またこの曲線を使って、例えばこういう感じで、徐々にこう上がってるようなラインを作ることもできます。えー、これを使ってグラフっぽく、 見せると直線でこう X 軸と Y 軸を作ってこういう感じでですねちょっとこうデータがなくてもそれらしいグラフっぽいものが簡単に作れました 曲線はですね、様々な有効な使い方がありますので、ぜひ使ってみてください。このレッスンでは図形の中にある曲線の使い方を紹介しました。